今回応募してくれた理由を教えてください。人間をこう発見していきたいなっていう。あ、すごい佐々木由紀子さんにはすごいだから影響を受けているというか、ちゃんとした舞台経験みたいなのはないんですけど、はいはい、劇団に入ってるとかではなくて、ものでワークショップ受けたりとか、はいはい、勉強中って感じです。まあ、役者はすごい本当ちっちゃい頃からやりたくて。俳優としてどういう野心がありますか？俳優として野心は演出家っていう仕事がすごく興味あるんですけど、今は自分はそういう段階じゃないなと思って。振付家であったり演出家であったりする人の、頭の中に描くイメージの中に私がいたらいいなってすごく思うので、今回のではないかという感じです。若者はやっぱしっかりしてるよ。イラク戦争が始まったのは2003年の3月20日なんです。そしたらデモだったんですけど、あなたがいくら泣いても子供の命は助かりませんってことで、もう地球にはこれ以上やれないんだなって。 ATM で3万円下ろしたんですけど、合計で4万円負担ってことにしますか？いや、平和でも何でもいいよ、そんなことっていうことにならないですか？今のは全然良くない。もし人間にその想像力がなければテロって成立しないんですよ。怖いって思わないから。でそれは演劇も一緒で、演劇ももし人間に想像力ってなかったら何をやってるんですかあなたのみたいなものにしかならないでしょ。もっと逆に、じゃあ誰に向けて作るって聞いたら、その国民に決まってるっていう。サンバ素晴らしかったですね。これね、記録に残りましたから永遠に人類の財産として。